そう、なんで福岡って1回目2回行ってさ、その次に韓国で会ったんだ。なぜ俺が2位という。次1つ目で当てたもん。すごすぎ。量はすごすぎ。3回目の勝負になりますが、現在シェルさんとマメさんが1ポイントずつ取っております。この2人はライヤーの出身です。かげまるさん、エルさん、ライヤーデーに、ライヤーデーのライヤー勢に、はい、もう1点もやるなよ。やばい、ちょっと待って、俺は言えるから、もうね、俺のこの筋肉隆々の腕から出てくるものは何だか分かってますか？分からんよ。筋肉のこのコブの部分だけ明らかに上級してるんだけど。いやもう負けるわけにはいきませんよ。もう完全スルーだったよ、今。行かないとやばい、ちょっとそろそろマジで本気を出す時が来たようだな。2秒でしなかった。別に綺麗で、はぁ、はぁ、毎回はぁって言ってる気がする。ちょっと勘弁してくれよ、こんなの。こんなんめんどくさいの、シールさんにめんどくさいのばっか言ってる気がする。最初のヒトラーも結構難しかったけどな、俺。めっちゃ怖いんだけど、めっちゃ怖いんだけど。なんかめっちゃ怖いんだけど。バイオハザードに出てきそうやん。髪の毛なの？あ？どっかの姫かな。え、これは SM 女王だ。そんなに言っちゃダメ。え、待って待って、この人なんかもう一つ怖いんだけど。え、なにこれ。なにこれ。まあ、イメージこんななんで、まあ、イメージね、まあ、あの、こういうゴキブリ。くったりがちいや。違う、神魚だと思ったよ。これで完璧だと思った。なにこれ。で、多分こういうもう一人出てきた。あれ？いや、あの、メインはこれなんですよ。これがその答えなんですけど。え？何これ？わかんないだろうから。ちょっと、ね、どうよーと見た。貞子じゃないの？貞子じゃない。片方にめっちゃ髪の毛。こういう多分こういうのを着てらっしゃる。こういうのを着てらっしゃる。なんだこの足の角度。何これ？ふんどし？何これ？ふんどしを履いた男の人と女王様。組み合わせおかしい。待って。なんで和洋折衷したんだ。なんでカップル和洋折衷したんだ。こういうほら運動会とかで、ね、あの高度身長着そうのあれな。ふんどしじゃねえよ。ふんどしで着てねえよ。校長先生。校長先生が履きそうなふんどしを履いた人と。校長先生。背広。センス悪い。背広じゃない。まあ、そうそう、背広っぽいやつを着てる間ね。ね、こういう、多分こういう、こんなの人が答えってことは、こういうでかいところに住んでる。そうそう、こういうのがこう横にいらっしゃって、でこういうなんかでかいところに、でかいところに住んでるね。多分この人、多分 CV 踊大好きなんだろうけど。多分ね、うん、だからこれで、ね、そう、え、違う、あ、でもあのアニメ違え、あのアニメ違え。地球王の娘とか、ね、あのアニメ関係ねえ、あのアニメ言ってた関係ねえ。ピーチ姫じゃない。ピーチ姫、その姫じゃなくね、姫じゃなくね、ほら。おお。書き方の問題かよ。姫でいいやん別に。そんなんで時間かけさせられたらもうこっちは辛いです。おお、マジか、俺。ルンルン。ああ。マジかよ。30ポイントは無駄だったよ。マジかよ。30ポイント。まだこれで勝てる。勝てる見込みが。ヌク頼んだぞ。よし、俺に任せろ。ヌクもちょっと何とかして。みんなスルーしてるけど、せつけいさんも1ポイントも取ってないから。両方所属してるけど。何このちっちゃいの。早っ。ああ、え、シジミ。シジミがつるるって頑張ってんだよ。いや、シジミだから小さく書いたんだよ。は？シジミだからね。待って。え、難しすぎじゃない？なんか、おや、また半ゲームのゲームが来たのかな。いや、ちょっと違うんですけど、あれ、動物系と見た、動物の名前ではないんですけど、動物からに関係するんで、ちょっとまずこれをからに関係するの。そう、こいつに関係します。
待って、足すげえことになってるよ。あ、違う、こんなんじゃないわ。ちょっと待って、待って。乗った移動が便利そうやな。足もうちょいこんなんじゃないや。一回消して。まだ助かる。足だけ書き直すんか。まだ助かる、まだ助かる。いや、こんな感じなんですよ。おう。もっとこう、足短じゃなくて、細くて、なんかこう、曲がった感じだった気が。なんだろうな。何これ。これが動物で、おシカバブ。で、こいつを、はいはい。これの、これのとか、もう文字書いちゃったよ。はい。おぉ、ラムか。ラムジンギスカンじゃないのか。ラムで羊の肉か。あ、これ超簡単。ヤギ。はい、あれ。わかんないですけど、まあ、いいじゃないですか。癖は多いらしい。ちょっと、今のでバカなところがわかったな。悲しい。名前もじゃない。あ、あ。あ、違う。あ、でもこれ楽しいじゃん。だったっけ。落花生でもよくない別に。落花生じゃないですかね、これは。まあ、中身か外身かって。ちょっと、ブリゲーだろ、これ。シエルさんに取られちゃう、やばい。待って、ブリゲーだろ、こんなもん、かける。つかほう。誰が G や。ちょっと違うわ。ちょっと待って、ブリゲー、待って、待って、ブリゲーだって、これ。これ、無理だよ、ちょっと待って。G。誰が G や。あの、無理ゲーや。ジジー。中山きんに君、違う。え中山筋肉あの、これだろ、あれ違う、せつけ、これさ、難しいじゃないよね、普通だよね、これ普通ですか。ビールのビールの、あ、いや、あの、せつけ、これ、あの超地獄級だよ、多分。まあ、書いてから言ってくださいよ。まず書いてくださいよ。千人じゃない、ごめん、全然わからん。いや、あの、ね、とりあえず、歴史上の人物かもしれない。歴史上っていう感じじゃないな、イメージ。え、歴史じゃないと思う、多分。要するに今生きてる的な。いや、今生きてないんだよ。今生きてないんだけど、歴史上って言われるとんって感じかな。何それ。歴史じゃないね、歴史ではないね。歴史の教科書にはの、どうなんだろう、載ってるかもしんないけど。あります。あ、やめろ。あの、教科書じゃないね。あ、教科書じゃない。教科書じゃない。で、教科書には載ってないと思う。俺は習ってない。東大の赤本には。どうだったら載ってないと思うよ。いや、てか、そんなに、あの、うん、無理。何この人、国語とか。じゃあ、アニメキャラとか。アニメキャラとか、パズドラとかは出てくる。パズ、エジソン？あ、違う。パズラで聞いたら神しか出てこないよ。あ、違う。あ、でも神の名前っぽい気がするな。片手になんか、さあ、よいしょ。そうなの。こういうことね。あの、わかるか、かけるか、こんなもん。無理やな、これ無理やな。パズドラとかモンストの形を描けば、わかる人はわかるかもしれない。いや、パズドラやってない。やってないな。でも、いけや。あー、またパーか。あ、違う。え、人ちゃんと書かれたパーやな。人だと思うけど。どれが目でどれが鼻。それは分かるやろ。天秤が目だと。目と鼻が違う。あ、これなんだっけ、こういうの。あれだ。あの、なんて言うんだっけ。あれ、いやいや、考えてるのと違うかもしれない。いや、まだ本編にかかってないんだけど。ちょっと、やっちゃうかよ。え、結構書いとるよ。何これ出てきたね。え、どっからが始まり、もう始まってる、戦いは始まってる。え、なんか色がない。おう、これでいいかな。なんだこれ、将棋盤じゃないんだ。将棋盤を持つな。ああいや、人かかってよくね。いや、なんかやっぱ美味しく食べてた方がいいじゃないですか。そういう問題なんか。待って、ここでシエルさんが取っちゃったら勝ち決定じゃない。いや、まだだよ。え、なにこれ、なにこれ。え、待って、わかんない。 N 君もう触れないで、下手に書かないで。じゃあまた韓国書いとくわ。またあかんない。どこら辺にあるのかな。またそれか。
え、協力プレイで何か致命とかされるんやろ。あ、待って、致命ですよね。うん、これとこれって何？え、それ、そんなとこに何かありましたっけ？え、ハート？ハートじゃない。ハート関係ないと思うよ。え、どこですか？ちなみに。どこ？顔描き出したや。しゃ、あー、あー、あー、顔で待てや。いやー、くそ、勝った。やり返された、やり返された。え、これ、次4、あれ？お、めっちゃいいパターン。いい勝負。かっこ俺以外。無視、無視だ。でかがしての力。130、190、210、180、200。なんか俺だけ置いてかれとる感がすごいんですけど。一人ぼっち。あのさ、普通でさ、ゼウス出てきてたら怖いんだけど。これ、ちょっと。こちらが今回参加してくださった皆様です。この中に気になる方がいらっしゃるのならば、その方のサムネをクリックしてください。その方の YouTube のアカウントに飛ぶことができます。また第1回 MVP 争奪戦の動画を見たいという方は、右下のキチガイアンブレラをクリックしてください。 MVP 争奪戦の再生リストに飛ぶことができます。次回もお楽しみに。